栃木の名店を訪れて美食をめぐる栃めし。宇都宮市松ヶ峰教会のすぐそば、自転車好きが集まるカフェダイニング、ベロカフェ。シーンに合わせて選べるおしゃれな空間には、隅々までこだわりを感じる装飾品の数々。お酒に合う本格的な料理からおしゃれなカフェドリンクまで楽しめる、まさに大人の隠れ家のようなお店です。人気のスイーツは、ベロカフェではワッフルボールというメニューがあるんですけれども、とてもボリューム満点なスイーツです。ワッフルを器にした丸ごと食べられるワッフルボール。ボール状のワッフルに生クリームやフルーツをトッピングしていきます。アイスクリームはナスのジャージー牛で作った濃厚ないちごアイス。栃木といえばやっぱりいちご。カットしたいちごを添えていきます。そして上にはベリーをたっぷり乗せて、彩りも鮮やかに。仕上げは雪のようにシュガーパウダーをかければ完成です。ふわふわのワッフルと甘酸っぱいいちごとベリーの味が楽しめるワッフルボールストロベリー。だいたいまず持っていくと、わあすごいって言われて必ず携帯を出されますね。インスタ映えもあります。インスタ映えもするおしゃれスイーツの栃めし、一度召し上がってみてはいかがでしょうか。